小田き一は、大日本帝国海軍の軍人。最高階級は、飛装長、戦士認定で勝尉。第二次世界大戦時の戦闘機搭乗員で、旧機を撃墜した公式記録を持つエースパイロットである。旧姓、中村。1931年、海兵団に入団、主警兵となるも1932年5月、第十八機操縦練習生となる。同期生に、 和島義尾、佐藤治夫がいる。十一月、家庭終了。大村海軍航空隊、横須賀海軍航空隊、放送を経て再び、横須賀空勤務。二空想であった、日中戦争勃発後の九百三十七年八月、大西滝次郎大佐の要請で、上海戦線に新英機十六式、艦上戦闘機を投入することが決まり、信号営業注意。 半田渡り稲葉武雄各一飛走高橋健一に空走ら5名と、その総縦要員に選ばれる。6名は、大村からアルトゥル飛行場を経由し、田中正臣中尉の89式艦航の引率で、甲州湾の空母、加賀へと改装した。全員96式艦戦での着艦の経験がなく、その訓練には1週間ほど要するが、 着艦訓練を経ず全機着艦に成功した。そのまま加賀飛行機隊に着任し、上海戦線に出動。9月19日、南京第一次攻撃で、五十嵐金正隊の3番機として出撃。和田哲次郎少佐指揮する13空爆撃隊、星空隊と合流するが、五十嵐隊域他一機が引き返したため、加賀からの参加者は小田和人となった。その後、 紅葉を過ぎ、南京に差し掛かったところで、ボーイングモデル2816機と遭遇し、1機を撃墜、さらに上空から銃撃してきた、カーティスホーク31機、95式推定と、交戦していた、フィアット CR321 機の合計3機撃墜。中国側の記録では、この時撃墜された、ボーイングの搭乗員は、第3大体第17渋滞の機やら玉注意。 あるいは竜乱気よし商位、新ホークは、第5大隊、第25中隊の洋基地温商位、フィアットは、第3大隊第8中隊の竜王機器注意あるいは、高居勢注意と思われる。10月17日、正関飛行場空襲に向かう96式、艦上攻撃機の護衛を、信号営状注意、ハンダ渡り1空想、エマ友和3空想と共に担当。 信号注意の2番機として9時50分母艦を発した。11時50分、小関に差し掛かったところで迎撃に上がった、新水電場場の指揮する、カーチスホークに4機、新ホーク1機と交戦し、うち新ホーク1機をエマ3空想とともに共同攻撃の末撃墜。舞台では4機を撃墜した。12月より、内地に帰還し、霞ヶ浦海軍航空隊夫。 1938年3月に第13航空隊、8月に第15航空隊に転じる。11月、本土期間。太平洋戦争勃発時には、第1航空艦隊編成に伴い、総流に配属されており、真珠湾攻撃では、第2次攻撃隊制空隊、第3小隊長として出撃。金尾兵飛行場を襲撃。小田は飛行場を一気炎上させた。 1942年4月のセイロン戦では、コロンボ上空で3機を撃墜。9日には、母艦の名前中、来襲したハドソン爆撃機編隊を迎撃し、招待共同で4機撃墜。6月のミッドウェイ海戦では、母艦撃沈のため救助され本土帰還。その後、順位を乗り組となり、1943年5月に、飛走長昇進とともに、 予備役となるも即日招集され、岩国、暮れ海軍航空隊教官となる。1944年4月、261空に発令。マリアナ諸島に進出。7月より戦闘第306飛行隊府となり、トラック島に残留して任務に当たった。11月16日以降第365潜水艦に便乗し、日本へ向かった。 その途上にあった11月28日、同艦は伊豆大島沖で、米船、スキャバードフィッシュの攻撃を受け撃沈され、搭乗者は米軍艦に救助された1名を除いて、全員死亡した。12月10日、以後第365潜水艦は、小笠原諸島近海で喪失と認定、小田も同日付で、戦死認定された。ありがとうございます。